こんにちは、吉田さん。こんにちは、大橋さん。はどうも。今日も、東京とラオスからやっていきましょうか。い。で、まあ、恒例の、ラオ・アセアン・リーシング・パブリック・カンパニーの株価の方、どうでしょうかね。23,000変わらずですね。お約束の変わらずってことですね。ありがとうございます。い。はい、ということでね、前回の、動画、大島健信氏が、襲撃される様態はっていうね、ちょっとまあ釣り的なタイトルだったんですけど、その後、前回のね、動画の反響が結構あって、まあいろんな、まあラオス国内から含めてね、いろんな動画とかね、まあ垂れ込みというか、まあその後の状況を、まあ今日はその辺をね、まあちょっと見ながら、いろいろと話していければいいかなと思ってます。まず最初にですね、いくつか動画付きで送ってくれてるんですけど、まあ、ちょっとこれ最初に公開するんですけど、こちらですね、はい、これラオス、ラルコ社の入っている NNN ビルディングですね、これ。そうですね、これ、そう、2階がラルコ本社ですね。結構立派なビルですそうですね、今、周りも結構いろいろな建物できてきて、まあ、結構ね、韓国人街になってますね、ここ今。あ、そうなんですか。韓国人のお店がいっぱいありますよ。なんか1階にアマゾンカフェがあるんですよね。そうですね、アマゾンカフェ、あと、大きいちょっとしたコンビニがありますね。結構変わりましたね。ここはもう今、結構、本当、韓国人街になってますよ、今。ここが、まあ、ラルコ社が入ってるんですけれども、まあ、次の動画が、ちょうど、多分これが、これの裏側にある、駐車場ですね。結構広い駐車場ですよね、これ。そうですね、車100台弱止まりますからね、大体。そう、ここでね、私たち第1回目のオークションやりましたもんね。そうですね、車のオークションやりましたね。もうここ楽しに、かったですね、これ。楽しかったですね。この屋根がなかったんですけど、これあれですよね。今、ボディーガードと一緒に、まあ、黒いなんか大きな車があるんですけども、ここから大島健信氏が出てきていたっていうことらしいんですよね。そうですね。まあ、なんか前、襲撃された時はパジェロ乗ってましたよね。プラドですね。あ、プラド、失礼しました。ランクのプラドを乗ってて、多分あれ襲撃されたから車変えたんでしょうね。そうですね。多分これ、キャディラックの多分あれじゃないですかね。黒のエスカレードじゃないですかね。よく、アメリカ映画とかに出てくる。こんなの、ラオスで見たことないです。いや、逆に目立つんじゃないですかね、こんなの乗ったら。めっちゃでかいですよね。思いますよ。で、多分、まあ、そこちらちら、ちらほら、ボディーガードの人が多分見えますよね、多分。いますね、なんか防弾チョッキ着てね。そうそう、実際なんかその画像もね、送ってきてもらって、実際防弾チョッキつけたボディーガード、2、3人いますよね。結構いますね。まあ、かなり警戒してるんですかね。っていうか、まあ、誰から狙われてるのかわからない。もしくは、狙われる節があるんでしょうね、本人たちでも。なんかそうじゃないですか。まあ、なんか息子の義仁氏にもなんかボディーガードつけてるとか、そういう情報が入ってきたんですけど。ああ、そうなんですよね。もう、びっくりしましたね。みんなさ、日本人の中では噂もあるの、やっぱり早いですからね。みんな結構引いているんじゃないですかね、やっぱり。そんな状態でね、なんかラオスにいても落ち着かないですいや、もう、すっかりやるべきだと思いますね。よね。ね。怖いですね。で、そこから、今度反対側、フロントの方にこう回っていただいて、多分これ、アマゾンカフェですね、これは。入り口にボディーガードが2名、多分大島健信氏のためにこれ、外で待ってるんでしょうね。もう見た瞬間、多分そうだなと思いますよね。多分、大島さんか、大島の息子さんが、多分中で多分コーヒー飲んでるんでしょうね。他のお客さんも何事だっていう感じでしょうね。こんないや、そう。ボディーガードいたらね。多分ボディーガードとか見たことないんで、多分中黒い人が立ってるぐらいの感覚じゃないですかね。おそらく。そじゃうないと入れないでしょ、普通。確かに帰ったね。ら入れないでしょ、こんな店。怖くて。そうですね。でね、次がちょっとね、これ、多分スクープ映像。日本だったら、スクープ映像になるかもしれないんですけど、なんか大島健信氏がね、ここから出てくる映像が、あるんですけどね、まあ、久しぶりに大島健信氏の、まあ、最新映像が公開されるっていうところで、じゃあ、もったいぶらずに出しましょうか。そうですね。じゃあ、こちらですね。今、ここから出てきます。
まず最初に、これ山中さんですね。ああ、そうですね。山中さんですね。かまら、た頑張ってらっしゃるんですね、山あ、これが大島健信氏ですね。リュック背負っているのが。めちゃくちゃ痩せましたね。てかもう、まあ、もう80近いですからね。これ結構久しぶりに見られる方多いんじゃないですか、この大島健信氏のこの近影をね。ていうか、ボディーガードを前歩かないって大丈夫なんですかね。ちゃんそとうそ警備しろよって言いたいですかね。う。本当そうですね。ちょっと警護に詳しくないのであれですけど、もし詳しい方がいたら、ちょっとコメント欄でね、そうでいすね。ろいろ、アドバイスしていただいてもよろしいですし、あと、ね、当然今であれば、営業すれば、もしかしたら採用されるかもしれないですね。ボディーガードとしてね。フリーガードで。ちょっとラオスでボディーガードをつけて歩いてる人ってもう政治家とかそのクラス。そうでしょうね。そのクラス。まあそういったちゃんとした訓練機関があるかどうかはちょっとわからないので。多分拳銃とか持ってるでしょうね。持ってると思いますよ。ラオス多分拳銃って所有できましたもんね。ああ、資格制ですね。まあ大体、いい車持ってる人は大体拳銃持ってるって僕は聞いてますね。そうですよね。自分もね、昔オークション開催中に拳銃持ったちょっとラリった人が乱入してきて、ことがあって、それ以降そのオークション開催する時は必ずボディーガードじゃないですけど、軍人にこうお金払ってサポートしてもらってたっていうのがあったので、そんな街中でね、発砲事件が起こることってほぼ、自分は経験ゼロなんですけど、日本よりはそういった拳銃とかね、持ちやすいっていうところで、危険がある可能性は多少あるのかもしれないですね。ていうかもう普通の日本人の感覚で普通にビジネスをして普通に生活してる分には全く何も関係ない。そうですね。だから逆にそのボディーガードをつけて行動するっていうこと自体ちょっと異常だと思いますね。多分逆に誰に狙われてるのかわからないっていうのと、あとは本当にやってくるような人に狙われてるっていうイメージじゃないんですかね。そうじゃないと、この国はやっぱりその警察の幹部とかその筋の人たちに話せば、やっぱりお金持ちじゃないですか、大島会長。だから、ある程度お金で話はつくはずなんですけどね。でも多分ね、ラオス人の誰かに狙われてるんでしょうね。そうですね。僕、申し訳ないですけど、その状態で一緒に行動しろって言われたら、ちょっと遠慮しますよ。怖いですか？山中さんも一緒にいましたけど、山中さんの家族、今のこの状態知ってるんですかって、ボね、ディーそうですよガードと行動してる人と一緒に歩いてるんですよ。下手したら、流れ弾当たりますよって話ですよ。山中さんっていうのは、さっき、出てきてちょっと白いシャツ着てた、今の現在のラルコ社の、社長ですよまあそうですね。もうすごい頑張ってると思いますよ、山中さんは。ね。表向きの社長なのかちょっとわかんないですけど、まあ、プライベート。役職としてた、ラルマコネの。ージングダイレクターですかね。まあ、今ね、やっぱり、大島会長と一緒にね、カフェでコーヒーを飲む存在ですから。そうですよね。側ボ近でディーすよガードの中でもありえないね、本当すごいですよね。根性座ってますもん。というわけで、この久しぶりにこう、大島健信氏の映像が、こう YouTube 上ですけどね、公開されたというところで、なんでしょうね、スクープ映像みたいな感じにはなってるのかもしれないんですけれども、状況的には、襲撃を受けて、その後ボディーガードをつけて、今モラオスに、滞在をしているっていうような状況ですよね。ボディーガード付きで、大橋さん、動きますか、ラオスで。ね、あまり動きたくないですよね。そういう状況なんでね、今後日本に帰国するのかどうかちょっと分かんないですけども、また新しい情報が入ってきたら、進捗はね、動画で話していきたいなと思ってるんですけども、その他にラルコ社に関わっている、あれマネーマックス社ですね、私が以前社長やってた、あそこの最新映像も入ってきてましたもうそこはですね、もう、ラルコの本社からね。500メーターぐらい離れたところに、まあ、今ナンバーワンオートっていう車屋があるんですよね。これっていうか、ラルコ社で、不良債権になった車、
これですね、映像。そう、あの車を、担保で預かってるので、それを持ってきてもらって、もしくは引き上げて、引き、それを、そう、あの、売却するか、売却して残還金を回収するというためにある会社なんです、うんうん。ものすごい数、引き上げ車両ありますけど、これだから、滞ったっていうことですね、これだけ。まあ、ちょっとびっくりしましたけど、うん、ちょっとありすぎでしょ。これどこで捌くんですか、捌けるんですか。いや、そうですね、もう大橋さんが向か、あの、もしいれば、うん、あの、福部に1週間以内で全部売れって言われてますね。うちのオークションでね、売り捌くっていうのも面白いんですけど、まあ、それは、まあ、大島健司さんやらないでしょうね。うん、多分今の状況で言うと、今ドルとキープの多分その為替の差がもうものすごいことになってるんで、うん、多分今おそらくですけど、思った価格で売れない、うん、多分それだと思いますよ。だから 今売ったところで残還金回収できないんで、もしくは何かしら、不正があったりとか、うん、何かしら問題があるので、うん、その車両が売れないっていうような状況だと思います。じゃないと、あの量は異常ですね。そうですよね、まあ、結構物が綺麗な車、まあ、B550 とかあるんで、まあ、人気の車じゃないですか、うん、だから売れないんでしょうね。あれ奥の方に行ったらもう結構ボロい車いっぱい止まってますよ。ああ、そうですか。なんか担保にしたんですかっていうような、うん、あれ僕のイメージとはちょっと違う担保車両がいっぱいありますよ。ああ、そうなんですね。うん、だから、うん、そこら辺はちょっと何でもそうですけど、車屋ではないので、要はこれ車を回収して売らないといけないので、あそこに在庫があるっていうことは回収ができてないということですね、うんうん、そうですね、そうということで、今日もね、お送りしてまい、りましたけれども、まあ、今後の進捗についてもね、あの、まあ、随時こちらの動画の方で、お伝えしていきたいと思います。で、まあ、チャンネル登録をね、ぜひしていただきたいんですけども、まあ、今後ね、チャンネル登録をしていないと見えないコンテンツなどもあるようなので、ぜひ、そうですね、はい、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。